皆さんこんばんは。明日はいよいよ65回目の終戦記念日です。65年前我が国は戦争に負けて国土が焼け野原になり、また多くの国民が犠牲になることになりました。で、これを捉えて我々の先祖はなぜ負ける戦争をしたんだというようなことを言う人がいますけれども、当時の国際情勢を見ればですね、もし日本が戦わなければ日本も白人国家の植民地になっていたということだと思います。アジアでは独立国は日本とタイしかありませんでした。タイはイギリスとフランスの植民地の緩衝地帯として意識的に意図的に残されていたわけです。自力で独立を保っていたのは日本だけです。この日本が白人国家が200年300年にわたって次から次と有色人種の国を植民地にしてきた、最後に残ったこの日本が最後の最後に立ち上がって白人国家と戦ったわけです。村山談話あるいは官談話とかいうのが出て、日本がやらなくてもいい戦争をやったと、侵略国家だというようなことを言ってますが、全く歴史を勉強していないというふうに思います。日本は白人国家が次から次と植民地にして世界植民地化計画を完成する寸前に立ち上がって戦ったんです。ですから戦争が終わって10年後、昭和30年にインドネシアのバンドンで第1回アジアアフリカ会議、通称バンドン会議というのが開かれています。アジアアフリカから29カ国が参加をしました。日本も高崎辰之助という当時経済審議庁長官以下が参加をしました。日本以外の国は大統領や総理大臣が参加する国家レベルの国際会議でした。参加29カ国のうち日本を除く28カ国が幾度に次のように言ったんです。日本があれだけの犠牲を出して戦ってくれなかったら我々は今もイギリスやオランダの植民地のままだった。本当に日本に感謝してるし、日本は今後ともアジアのリーダーとしてぜひ頑張ってくれ。我々がこうして白人国家に今物が言えるのは日本のおかげなんだということをアジア諸国が幾度に言ったわけです。これが戦争が終わった直後のこの第二次大戦あるいは日本の戦いに対するアジア諸国の認識だったわけです。それが戦後歪められて我が国がやらなくてもいい戦争をやったというようなことが伝えられてるんですけれども、これは全く嘘ですので、ぜひ若い皆さんもこういった嘘に騙されないようにですね、日本国民としてのぜひ誇りを持って生きてもらいたいというふうに思います。日本というのは世界で最も歴史が長い素晴らしい伝統文化を誇る立派な国なんです。日本の国会議員がこの我が国に対する自信と誇りを持っていないと国はどんどん貶められていきます。ですからそれを国民もよく知ってですね、この素晴らしい我々の先祖が作ってくれた日本を子供や孫の世代に伝えていきたいというふうに思います。今日は私は今から、歩兵の歌という歌を歌わせてもらいますけれども、これは私が防衛大学校に入校したときに、当初、先輩から教えていただいた歌なんですね。で、日本人の魂が伝わってくるような素晴らしい歌だというふうに思います。この昔の日本人は本当に国家や国民のため、そして妻や子のため、家族のため、子供や孫の世代のため、自分を犠牲にしてでもこの国を守るという素晴らしい心がけがあったわけです。こういった素晴らしいこの日本人としての心情を我々の子供や孫の世代にぜひ伝えていきたいと思います。日本は本当に素晴らしい国です。それでは歌わせていただきます。バンダの桜かえりの色、花は吉野にやらしふく、大和の子と生まれなば三平線の花と散れ、借用の筒は武器ならず水用の剣何かせん、知らずやここに2000年北へ来
北へ石山戸玉を守る者の負はすべてその数20万。84箇所にたむろして嘘はとかじ夢にだも敵地に一歩我踏めば軍の守兵はここにあり最後の決は我が「アルプス山を踏破せし」「歴史は古く行き白し」「宝天線の働きは日本歩兵の花と知れ」ことは我知らず二親歩兵の争点を前進前進また前進肉弾届くところまで愛さましの我が陛下衛心の友よ来たれいざ共に語らん百日祭主杯に襟の色